岩手県営体育館は岩手県森岡市にある体育館である。岩手県指定の財団法人岩手県スポーツ振興事業団が受託管理している。1970年開催の国民体育大会での使用を考慮して1967年6月に開設。岩手県に現存する体育館の中で最も歴史のある老舗体育館の一つ。 アリーナのほか、会期室、選手控室、応接室、多目的室などが併設されている。体育館の前には、児童公園があり、幅広く親しまれている。老朽化が進んでいる、駐車場が狭い等いくつかの問題点を抱えながらも、球技や舞踏、プロレス工業の会場等として利用されている。2011年に岩手ビッグブルズが、日本プロバスケットボールリーグに加盟してからは、 同チームの本拠地アリーナとして使用されている。2015年9月にコンクリート片の白落ち事故が発生して9月16日から休館となり、2016年8月まで修繕工事が行われる見通しとなっている。衛星図主空間の長軸方向にかけられた2本のメインアーチと主空間の外周部をリング状に囲むリングアーチの間をワイヤーケーブルによる吊り屋根で構成し、 特徴的な衣装を形成している。ABCDE 北秀岩手県営体育館の釣り屋根構造の施行について、公益社団法人プレストレストコンクリート、工学会開始1968年ボリューム10ナンバ、no. ー52012年7月27日閲覧。ABCDEF 施設案内、岩手県スポーツ振興事業団、HP、 2012年7月27日閲覧。16年岩手国体前に修繕終了へ、休館続く、県営体育館。岩手日報。 h t t p w w w i w a t e n p c o j p c g i b i n t o p e w s c g i 2 0 1 5 1 1 1 9 6 2 0 1 5年11月20日、閲覧。ありがとうございます。